こんにちは。今日はですね、オンリーウィー、酔っ払った勢いでボーリング大会をやってきたと思います。慎吾、靴持ってきて、はい、持ってきてくれました。慎吾、杉は分かんない、どこ行きました杉さん。今日は杉ね、マスク忘れたらしいんでね、素顔なんでちょっと出れないですね。顔を映さないように映します。ほな、楽しんで。順番は杉慎吾ひろです。こんな感じで1ゲーム。あ、杉が後ろ姿ですね。出ますね。酔っ払って慎吾に介護されてますね。靴の買い方わからない。まず1本目は杉、まだか。はい、杉立て。はい。まず一発目、杉です。顔型の打つ、ちょっともっとしたりしないと顔打つてます。おお、全然や。一本目ガーター、ガーター。杉ガーターです。杉ガーター。スプリット2本目。おっ、おおおおおお、いったと思ったらうまいな。ちょっとまぶしい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 。何やったっけ、スペア、スペアです。スペア、おめでとう。うまい、うまいっすよ。おーしー、さあ、日野さん、スペア取れるか。うまいんじゃないか。あー、惜しい惜しい、うん、惜しいっす。ファックファックサイズ間違ってたくちゃ。すみません、3本目。おお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 めでとう。おめでとう。ピースが映んない、顔映んない。はい、シンゴ3本目。お、うまい。お、惜しい、1本残った。またあそこ、すごいね。あ、そういうテクニックがあんねんな。
何や、おーおーおー、何や急に。お前らが電気消そうがな、信号は眩しいぞ。眩しい。これ逆に狙いづらいですよ。眩しい。眩しい眩しい、信号眩しい。眩しい。おお、うまい。いけるか。はい、うまいな。いっそ。眩しい。いや投げづらいですよこれは。うまい。あー、スプレー。違う違う、2本残ってます。棒2本残ってます。縦にだからまっすぐ当てないと、1個だけだとピンってなって取れないやつです。まっすぐ当てないと。まっすぐ、小川直哉ね。小川直哉。これでガーベットと思うな。やっぱ表情乗せないな。目。おーしい。信号いきます。おー、あー、ちょっと取れたね。あんま、あんま、よいしょ。うーん、わー、惜しい。うまいこと、うまいことね、空いてるとこに。ハハ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 ハ。杉さんの5投目。5投目。ドラインで。うまいんじゃない？すごいな。おお。なかなか。あそこ超えてた。ファウルですね、じゃあ。ファウル。じゃあファウル。ファウルですね。しかも一本倒れたね。ずる。さあ取れるか。おお、うまい。うまいんじゃない？おお。まあドヤ顔乗せたいな、ドヤ顔。すごいな。あ、なんかブレてんな。あ、なんでやろ。なんかブレてる。おお、何それ何それ。はい、投げ方はすごい良かったんですけど、腕がやっぱこう触れてるんで。そうなんや、おかしいね。あ、6度目。やる気、やる気、やる気。スピアの後の大事な一本。次やる気は。ここストライク取ったら一気に 1位ですよ。次やる気は。あん、答えない。はい。
スペア。おお、しんそう。今ええとこ行ったよね。なんでや。このボーリング場は僕に厳しい。ええ、お前一番点数高い。取るよ。おしゃけ。早い。なんでそんな。惜しい。まだもうちょっとこっち行ってます。なんで？なんで？あ、そしたら投げ方をこうせずに、こうせずにこの形で投げればいいです。まっすぐ。はい、このまままっすぐホール。そうすると回転がちょっとこうなるんで、ちょっとこうカーブします。だからそれを踏まえてちょっとこっち側に投げると、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ。この手でまっすぐパーンと投げるといいと思います。かけすぎや、スピンかけすぎや。もうなんかやってくれやすいね、スピンが。ダメや。あ、なんて見本だ今のは。あんなに自信満々にストレートは次行くからって言ったら、あんなの前下手くそ、めっちゃしょっぱかったね、下手くそ。出てるよ杉さん、出てるよ。カーブ見せ、新しいクエストがスタートしたよ。カーブ見せ、カーブ。さっきやったやつ。あ、うまい。うわ、めっちゃうまいわ。カーブ見せてみます。プロのカーブ。はい、どうぞ。おー、おー、惜しい。まっすぐでちょっとだけ攻撃回転上がってるのはこの間です。よくわからんかった。この後肘に肘が負担が、まあ確かに肘の負担はなかった。まっすぐ今度スピンを。おお、次はプロのスピンね。すごいね。わからんかった。いや、あれやろ、ピンの隣狙ったやろ。こんな感じです。痛い。逆転しようかな。いいですね。あ、いい感じ。うわー、厳しい。でもいい感じでした。めっちゃいい感じ。いい感じ。さあ、スペア行こうかな。お願いします。できる？ピンの、ピンの左に当てて、どうなげても違うな。あとそれは辛いよ。過ぎていつも。お、なんだ。あかんな。すごいところだ。あとあいつどこになった今。いざ。あ、うまい。惜しい。もっとまっすぐの方のイメージですね。お、いいんじゃない？いいんじゃない？あー、惜しい。今すごい良かった。
放心状態です。レベル行く。見て点数。レベル行く。中学生の方が強いじゃん。息子さんと行ったりしないですか？家族に。本当ですか？あれな。自分がそんなにやらんかったな。はあ。いいんじゃない？あー、ぬるっと1本残った、ぬるっと1本残った。信号大事やぞ、大事やぞ。大事ですね。大事やからな。これストライク取ります。あー、そうやな。信号頑張れよ。頑張ります。頑張れ。これストライク取ります。頑張れ。ストライク、ここストライク取ったら、うん、ええー、ぞ。ええですね。だいぶ点数コンとクンといくで。ここ大事だから、しっかり集中して、集中して、信号。もうええって。え？もうええって。多い。もうええ。多い。ありがとう。集中、集中、集中。やっ。はい、一回ね、一回ちょっと集中ね。集中。しょ、静かにしょ、静かにな。やっ。お。おお、惜しい。惜しい。え、かったでしょ。めっちゃ惜しい。なんでや。まあ、とりあえずスピア行こう。おめ。信号だけ。調子乗って。調子乗って100超えてます。下手くそです。いいんじゃない。いい。わー、一本残った。このレーンが厳しいですね。今回転もスピードもいるけどすごかった。なるほど。いやー、よかったっす。あら、綺麗でしたね。自ら映るに行くスタイル、自ら映るに行くスタイル、画像に。まだ1本もストライク出てない。信号ラスト1本、ストボン。おー、素晴らしい、素晴らしい。あと2回ストライク出します。お、惜しい。あ、でもこれスペアで134点で締めたいと思います。はい、いってらっしゃい。お、あれ、あー、一本残した。まあまあまあ余裕で1位やね。余裕で1位や。一番本番。なんて言い訳してる。言い訳、うん、さあこれスペア取れれば3投目。無理や。絶対無理。すごい左。最後の最後にコントロールを失った。ひどさん、そういう
最後こうなりました。こっちか、こうなりました。来年誰が60点。はい、というわけで優勝はしのぶです。おめでとう。そしてビリはどれだったんですか。罰ゲームは杉です。D なのその表情を映したいわ。その顔映したいな。え、罰ゲーム何したいですか。罰ゲームはテキーラです。なんで、なんでテキーラです。テキーラ、テキーラないやん。テキーラないやん。テテレテテ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 杉対慎吾。お、慎吾全然入ってんやん。ガン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 。はい、スコア。慎吾が28点、杉が22点。勝った。慎吾勝ち。さっき全然入ったんですよね。今後入らんと思って。スタート。さあ、僕は28点。杉さんは22点。日野さんは。まさかアミューズメントは全部日野さんに持ってかれるかも。30点日野さんが1番優勝です。変なとこで運動する。